はですね、その、まあ、メッセージの、まあ、変革者ですね。メッセージを変えてしまうという意味ですね。だから、まあ、極端な自義主義アプローチの、まあ、考え方はですね、どちらかというと、こういうふうにですね、変えていくとですね、まあ、時代がこう移っていくわけですけども、本質はですね、あまりこう見えずにね、どっちか言ったらこの外側ですよね、言葉の表面をそのままこちらにしてですね、このこちらにこうね合わさせようという傾向を持つね、そういうところがあるわけですね。でメッセージの変革者というのはですね、これはこの時代が、まあ、変わっていくわけですけれども、まあ、本質はね、こうなんですけどもですね、この本質は時代に合わないとね、これはダメだね、これもダメだね、このコンテキストに合わせてね、本質を変えるね、だからもう奇跡とか超自然とかね、そんなの怯えられないの。だから倫理だけはね、民族を宗教を超えてね、全ての人の良心ね、かなってね、殺すなとかね、勧誘するとか盗むなとかね、このこう、まあ、例えば倫理だけね、倫理ね、キリスト教的な生き方ね、これは普遍的であるとね。しかし超自然的な要素を持つ教理とか教えとかね、そういうものは全部こうね、捨て去るのであると、過去の異物である、神話であるというね考え方ですね。で第3にですね、私たちが、まあ、取る立場はですね、このメッセージの翻訳者ね、それはですね、この何年もこれを使いますけれども、ね、求心薬の、ね、コンテキストの中にあるメッセージの本質を抽出して、そしてこの新しい時代状況の中にね、この受肉していくと、ね、本質を変えずに受肉するというところがポイントなんですよね。メッセージの本質を変えないというね、こちらメッセージの外側ね、衣を今日に持ってこようというね、そういうまあ感じね。でこれがまあまあ傾向としたらですね、まあこちらがまあファンダメンタリズムのまあ傾向でありね、こちらがまあリベラリズムの傾向でありですね、こちらが、まあ、エヴァンジェリカリズムの、まあ、傾向であると、ね、で、まあ、このことで何でも引用しているのは、まあね、一つの典型的な実例としては戦争のなんですよね。こちらから行けばですね、あなたは互い足洗い合いなさい、変えてやる、変えてやる、ね、もう聖書の全部がですね、もう同一平面上で神の言葉になるんですよね。そしてこう書いてある、こう命じられている。そしたら教会でいつも、まあ、ただ洗面器を用意してね、足洗い合うというね、ことになってしまう、ね、でこちらはですね、このメスね、それはですね、この目上の者が、ね、この目下の者に対してしたんだ、あなたがそのようにしなさいというね、このここではですね、この形式ではですね、この戦則という形式、しかしその中にですね、私たちはですね、このイエス・キリストのですね、謙遜という本質が、ね、
的メッセージが語られているんだ。で、謙遜というメッセージを取り出して、今日の状況の中でですね、あるいはこの、それがあのお年寄りに対して、あるいはこの若い人たち、年齢層によっても違うでしょうけども、その中でですね、この謙遜であると、ね、それならということは、どういうことをするのかということがね、この変化するわけですよ。ね、変化する部分、ね、外形はですね、衣は変化するけれども、本質はですね、この永遠性を持つわけです、メッセージはね。ね、これをですね、きっちり分けて考えないといけない。ね、だからよく私たちのね、あの団体でもね、あの昔の宣教師、ね、来られた時はね、もっと純粋だった、ね。喫茶店にも行かないし、ね、日曜日は新聞も読まない、洗濯もしない、映画館にも行かない。ね、あの頃が懐かしいなって話される先生もいるんですけどね。それはこういうことは あまり理解できてないなと思うんですよね。そしてね、あのこういうことはあまり理解できなかったらね、あのそういう前から変化する部分はね、あの変えられ、あのいつまでもね、禁止できない。それは立法主義なんですよ。ね、パリサイ人が怒るなと同じでね、さすがに者したらもう死は敬わなくていいみたいなね、そういう時代錯誤の考えになる。で、こういうことが分かってないと極端にしてるんですよね。縛られるか、全部投げ捨てるか。もうあの今の時代は、ね、あの放縦でいいんだというね、まあ、倫理なんかでもね、倫理なんかでもあの聖書の中の、まあ、いろんな教えや求心薬通じてね、でその中 の、まあ、あの表面的な、ね、いろんな、まあ、戒め、ね、戒めがあるんですね、まあ、これは、まあ、あのレガリズムというかこう、まあ、戒律主義、ね、求心薬、ね、いろんな教えがありますよね。で、それを、まあ、あの文字通りこう当てはめようとしたらどうしても無理があるね。イスラエルもこのアラノで、ね、この動物同士がね、牛同士が付き合って ね、そんな中でですね、あの動物も人間も一つだから牛がですね、この知ってる時の21章か23章なんだね、あの人を殺すことがあるわけですよね。で、その場合どうしたらいい、どう処理したらいいか、ね、殺しちゃならないとこう書いてあるけどね。ほんで、あの偶発的な事故の場合はこうである、ね、あるいはその牛にね、もともとそういう人を突く癖があったとしたら、そのもちろん過失になるとかね、いろいろこのランクがあるわけですね。だからこう戒律でもいろいろですね、まあ、実戒を中心としてね、実戒は神のご性質の表現ですけども、ね、神の清さの表現ですけども、それをまああの民法、刑法、ね、儀式法という形で具体化されているわけですね。日本の憲法と民法と刑法とかね、いろいろあるようにね。しかしですね、それはこの時代状況の中でコンテクチャリゼーションされているわけなんですね。で、大事なことはですね、これは旧約の昔のものだと投げ捨ててしまうような一つだし、その表面に縛られるような一つだし、しかし、その戒めの中にあるね、本質ですよね。殺しはならないと書いてある、ね。しかし、イエス様はその本質を抽出してね、心の中で、ね、憎しみを持ってもね、これは殺人のためになるんですね。監視はならないと書いてあるね。これは情欲を持ってもね、それはあの動機として、ね、この間違っている、ね、そういうふうにキリストはその本質を抽出して適用することを教えているわけですね。でパリサイ人はこの表面、ね、安息日あ労働してはならないのか、ね、そしたら弟子たちがね、あ空腹のため田んぼを習っとった時麦をこうつまんでぐろっと口に入れたら稲刈りの労働したと責めたわけですね。安息日に、ね、メッセージしててね、病人を連れてきて癒したら、医療活動をしたと言ってね、俺はですね、イエスを殺そうとしたわけね。だから、神様の本当の意図を完全に見失った、これはまあ戒律主義だね、立法主義だ、誤ったね。
しかしね、あの立法から完全に自由になりなさいと、立法を全うするようにと言われてる聖書ね。で、御霊は全うするわけ。それはどういう意味かというと、ね、立法の中のですね、この神の中の本質ですよね。殺してはならない。ねね、それだけじゃない。ねね、もっとその神様の御心の本質ですね。この罪の性質の問題を指し示してね。そして、それをまあ、日常生活の中に温めようとされる、ね、パウロ書簡もそうですけども、だから旧新約の、まあ、戒めの、まあ、言ったら有機的な統一性があるわけなんですよね。で、そういう汲み取り方、読み取り方をしないとですね、聖書はわからない、ね、縛られるか、ね、もう放縦になるかな、ね、御霊の働かれる原則なんです。これはね、御霊が御言葉の本質にこの沿って働いておられるわけです。で、そういう形で御霊が聖書を解釈させてくださるわけですね。でも御霊と言いながらですね、なんかこう超自然的な現象ばっかりね、癒しとかね、そういうことばっかり取られてる、こういう御心を汲み取って御霊に導かれて生きるということがないがしろにされているというね、そういうまあ側面もあると思います。まあ、ですからこの、まあ、これは気分なんですね。だからエリクソンはですね、この神論から終末論までいつもまあこういう基本構図の中でですね、本質を抽出して適用するんですね。あるいは、まあ、福音派の中でもですね、神論から人間論から終末論まで至るまでね、いろんな諸説をこうね紹介して、そして、まあ、その諸説にベースになっているですね、聖書箇所、ね、聖書箇所をですね、取り上げる。で、その人たちがこの箇所をどう解釈しているかということをね、分析してね、そして、ここは間違っているね、ここはいいと、ここはまあほどほどだとかね、こういうふうに評価分析にしてね、そしてね、結論的に私たちが最も聖書的だと思うのはこういう理解であるというものを提示していくわけですね。で、私たちはまあ言ったら教会とかね、そういう牧師さんなので、ある面でまあ一つの教えしか受けないわけ、メッセージであるからね。しかしこの私たちはもう少しこのね、そういうメッセージが生まれてくる全体の中でね、自分自身の福音理解も、ね、牧師の福音理解もね、そして教派の福音理解もある面まな板に載せてね、そしてこう再検討しながら、このいつもね、いつもこういうね、またこの、ま、自分が確信した福音聖書理解もまたね、もう一度まな板に載せてね、またこうしていくというね、こういう、まあ、解釈学的な螺旋といいますかね、螺旋階段をこうね、登っていくか下っていくか分かりませんけども、形でこの聖書解釈を深めていくというね、そういう力を身につけていくということがね、その、まあ、霊的な成長ということですね。まあ、宗教者ほどね、間違ったことでね、一度入ってしまうと抜けにくいんですよね。非常に危ないこと。はい、まあ、そういうことでね、3つのまあそういうこうアプローチの仕方ですね。で、第3、ね、キリスト教における、ね、普遍の要素ね、まあ、ここでは4つの、ね、要素が紹介されていますよね。それはこのカトリックの、ね、この、まあ、教会制度、ね、
教会が普遍であるね。教会が絶対であるね。このカトリックのまあピラミッド型のね、皇を中心とするね。教皇を中心とするね。この権威構造ですね。ここから出てくるまあ教えですね。それからまあもう一つはですね、経験であると、ね、ここで挙げられているのは、まあ、ホスリックというね、まあ、リベラルの人ですね。経験であるというふうに、まあ、この意味での経験というのはね、どう言いますか、この聖書がね、まあ語っているね。で、聖書の中にはこのね、教えね、というかまあ、教理というかね、教えでもまあ木のね、ようにね、この幹ね、と枝、そして葉っぱね、いろいろあるわけですよね。ね、まあ教理というのはこの幹とかね、枝の教理もありますけども、中心的なね、そういうまあ教理ですよね。でまあ普通はですね、その教理の上にね、教理の上にこの、まあ、経験ね、いうものがあるね、わけですけども、このクリスチャンの場合ね、キリストの死と葬りと復活ね、そしてまあ昇天再臨とかね、聖書の基本的な教えね、天地創造から終末に至るね、教えがありますよね。でそういう、まあ、内容を持つ、ね、しかりよみがえられたイエス・キリストを信じる、ね、ところがです、ね、いろんな経験が与えられるんですね。でここで、まあ、取り上げられている一つのことは、この再臨の教え、ね、例えば、ね、再臨の教えがあると、ね、まあ、ホスリックは、ね、再臨なんかはとても信じられないというわけですよね。教えを否定してですね、再臨で教えられているのはですね、神の究極的な勝利である。ね、まあ、ここでも完全にですね、この教えの変質が起こってますよね。再臨という、まあね、教理の、まあ、非常に中心的な距離の一つがね、完全に変質させられてね、こういうまあね。で、まあ、この、まあ、内容としてはですね、この科学の発展とかですね、この人類の普遍の進歩ね、進歩の中での、まあ、言ったら、勝利があるんだというね。そういう、こう、非常にリベラルな。だから、リベラルな人の特徴というのはね、聖書の中にある教理に対する不信というのがあるわけです。これは過去に属するのであり、ね、神話的なものであるとね。昔の人は信じることができるけど、今の人間にはとても信じられない。受け入れられるのは何かとかね。それは、ね、このキリスト教道徳であったりね。あるいはこの勝利に対する確信、進歩に対する確信であるとかね、まあ、今日の人がとって価値あるものにですね、この置き換えてこのメッセージを伝える。だからリベラルな人たちもですね、非常に真面目な人たちなんです、ね、このキリスト教をですね、この前からその啓蒙主義主張というか、そういうこのキリスト教信仰ね、過去の遺物のようにしてしまうような時代の勢いの中でね、なんとかキリスト教を救おうとしたわけなんですね。
そしてこのどうやって救おうとしたか、動機は良かったんですけども、こういう形でね、メッセージを変質させてしまう、ね、教義を変質することを救おうとしたからね、これはキリスト教でなくなってしまうんですね。そういうまあ傾向を持ったものです。しかしまあ、リベラリストたちが持ったこの問題意識とかね、課題というのは非常に重要なことなんですよね。だからそういう中で、まあ、こういう方向にね、自義主義的な方向に、反動で走るわけですけども、しかし、この問題意識は共有してるわけなんですよ。エヴァンジェリカルもね、リベラリ。しかし、メッセージを変えずにそのことをね、解決しよう、克服しようとしたというところが違うことですね。から第3にね、それはこのウォルター・ラウシェンバッハ、ね、これもまあリベラルな人ですね。この人は、まあ、ある行動ね、ある種の行動、行動や、まあ、生き方ですね、こそがですね、この普遍的であると、ね、まあ、この人はソーシャルゴスペル、ね、社会的福音の最も知られた代表者で、ね、で、まあ、永遠的な、聖書における永遠的な要素は何か、それは神の国に関するイエスの教えである、ね、神の国、教えね、でここでもね言えることはですね、この同じように、まあ、表現したですね、この教理ね、教えの上にこの、まあ、生き方というものがねあるべきなんですけどもね、まあ、教理は、ね、どうでもいいんだですね。イエスが主張された神の世界と来世についての教えは重大なものではないです、ね、天国はあるかないかわからないんだからね、まあ、もうどうでもいいんだですね。そうではなく地上でね、天国ではなく地上で、ね、この道徳的な生き方ですよね、イエスや弟子たちの道徳的生き方、ね、倫理的な生き方の模範に習うことが大事なんですね。ヨハネ、14章23節ですね、イエス様はあなた方が場所を備えに行くのですと、そして場所を備えたらあなた方を迎えますと、このように言われた、それはどうでもいいんだ。そうではなし、マルコ12章31節のように、あなたの隣人をあなた自身のように愛すよ。ここにこそ、この私たちはこのメッセージを見出すべきだ、ね。こちらはもう空想の世界なんですね。そういうふうな感覚があるわけなんです。まあ、これはまあリベラルの考え方というのはね、まあ、皆さん、まあ、これまではあまり関係なかったかもしれませんけども、これからポストモダンの時代までいろんなこう多元化してきますからね、そして本当に多様な、ね、メッセージが入ってきて、いろんなムーブメントとしてね、新しいムーブメントの中にはね、必ずこうして扱ってるね、この直接こういう形で入ってこないんだけどね、メッセージのいろんなところにね、挿入されてくるね。だから私は一つのムーブメントが来たらね、やっぱりこの包括的にね、もう情報を収集して、材料を収集してね、そのムーブメントの背後にある教理的な教えとかね、そういう書物をこう分析してからガイドラインを作るわけなんですよね。それでないとね、表面だけを見たら見失うんですね、本当のことをね。そしてこうポジティブネガティブの両面からね、この包括的にこの
どういうこの分野のね、どういうテーマ、例えば例の戦いなんかやったら、組織の中ではね、神の御業論の中のね、この創造、制定創造設備、プラスアルファ領域のこの天使論、ね、堕落した天使論、そして、まあ、悪の問題の領域の中のね、堕落した天使の問題であってね、でそういう土俵をですね、ぐっと外堀からずっとこう内堀に出て天使閣を落とすようなね、そういう手順でこうテーマを扱っている。それでないと、ね、いきなり例の戦いでもね、そんな雑誌、この三流週刊誌のような、ね、本から入っていくとね、もうどういうか、異教的な教えの土俵の中で、ね、議論するようなことなんですよね。あの私たちはちゃんとしたね、神学的な手順でものを見ていくね、こと、まあ、組織神学の、まあ、課題ですね。それが、まあ、だんだんできるようになると思います。で、第4のね、このポイントこそがですね、私たちの、まあ、立場ね、永遠の要素は、この教理であるね、ゲイ、ね、グレイシャン・メイチェンですね。私たちが経験あるときは、まあ、この人も、まあ、ギリシャ語原点入門というですね、テキストを使ってね、勉強したんですね、教義ね。私たちの永遠的な要素はですね、それはこの教義の中にいることを生み出せる意味であります。教義というのはですね、こう求心役ね、その中でですね、こうね、これ出される、ね、教えね、それをですね、抽出して、まあ、今日に、まあ、適用していくね、教義ね。まあまあ、そのことをね、でまあ、教理形成ということもですね、非常にこう、まあ、この、まあ、手順というかね、いることですけど、まあ、それはまた、神論から終末論までやっていきますのでね、求心役ですね、中で、私たちが教会の歴史ね、教会の歴史は聖書解釈の歴史であると言いますけどもね、そういうこの聖書解釈の歴史の中からね、逸脱もあったわけですけども生まれてきたね、この教えですね、一時代、また古代の教会、ね、組織神学的な活動が始まって、まあ、三位一体とかね、あるいはこの新人二世知人格論、ね、まあ、キリスト論ですよね、ね、そして、宗教改革では先ほども言いましたように、聖書のみというね、聖書観で、そしてこのここから出てくる信仰義人の教義ね、そしてまた教会観ね、カソリックのようにピラミッド型の権威構造ではなしにね、神の改宗としてすべてのクリスチャンが祭司である、ね、仲介のカソリックなんていらない、ね、直接ね、キリストを通してだけ神に近づくことができる、ね、
そういう、まあ、教会、ね、その他、まあ、時代の中でですね、こういろんな真理が開かれている、ね、私たちはそういうこの刑事論、ね、組織神学では刑事論、ね、聖書が中心ですけども、それをですね、正しい、まあ、神学の方法論、ね、正しい包丁で、まっすぐな包丁でね、刑事論、特に聖書を中心にね、一般刑事も少し仕上がりますけども、中からですね、神テーマとしては神論、ね、神の御業論、そして人間論、ね、人間はどういうふうに作られたのか、ね、神の形に作られた、しかし、ね、罪の中に、ね、堕落した、ね、神の前に住みある人間は、ね、救い主を必要とする、ね、キリスト論、ね、でキリストは御業を成し遂げた神である、また人である、ね、なられたキリスト、ね、そして、そのキリストの御業はですね、聖霊によってね、聖霊によってこのもたらされる、私たちにね、聖霊論、その個人的に当てはめられるのが、まあ、救済、ね、救い、ね、義とされ、ね、成果のプロセスに導かれ、そして完成される、ね、そして群れとしてはこの教会、ね、が立て上げられる、ね、まあ、この今はですね、ちょっと今国際ちょっと話題になった教会の五色の問題とかね、使徒預言者、伝道者、教師、あ、牧師教師というね、そういうのが回復の運動というのが今、ワグナーさんの本なんかも手伝ってですね、じゃ注目を集めている。ああいうことも、まあ、もう少ししたら資料を作って、牧師で最後の研修会を持とうというふうになるんですけども、そのテーマだけをね、五色の問題だけ扱う、いうのはですね、非常に狭い扱いになるんですね。やはりそれはこの教会論の中で扱われるべきそういうテーマになる。で、教会論の中でもですね、まあ、本質論から始まっていくつかのテーマがありますけども、儀式とかね、洗礼とか生産とか、その中でね、どういう領域に入るかが教会政治論なんですよね。教会がどのようにしてですね、この職務があるのかというね、やはりこの政治論の中では神の権威はですね、監督制、長老制、改修制という幅のある、まあ強要されている政治のあり方があるわけですけども、その中での職務と、実の職務にやっぱり賜物という、ね、それぞれが持つ基礎的な賜物、預言者的な賜物とかね、牧師的な賜物という、まあ、普通牧会制のような視点もありますしね。しかし、まあ、すでにある教会、私たちの中でも改修制という、この教会のあり方の構造との関係はどうなのかね。教会論では、まあ、教会論は、まあ、2つの概念で理解される。1つは、まあ、秩序というね。もう一つカリスマと、まあ、考えられますね。で、秩序というのはこの、まあ、教会のそういう職務の秩序というかね、あるいは儀式であったり教えであったりね、客観的な構成要素。こちらカリスマっていうのはこう主観的なね、賜物とか能力とか、このそういう実際に貢献する度合いというかね、でこの2つの要素をどの程度のバランスで考えるかによって、大体の教会のタイプ、5つのタイプが考え、歴史上にあるんですね。それで、まあ、5つの職務の考え方をですね、ワグナーさんみたいな考えでいくと、非常にこっちに振った考え方になると思うね。で、それの反対は、まあ、カソリックとか、まあ、長老派の方ですね、制度非常にしっかりしてる、ね、こちらは、まあ、ブレザレンのように、教職者制度自体も廃止した考え、全部教団しまいだとね、いう考え方がね、アナバプテストとかね、そういうところがあるんですね。まあ、私たちは、まあ、中当たりと思うんですけども、バプテスト的な
ちょっとこちらに振ってるように思いますけどね。でそういうことをね、総合的に考えるね。教会に起こる問題はですね、まあローザンヌ制約とかに出てきて、まあこれも何度も引用しますし、まあ皆さんもぜひ覚えておいてほしいんですけどもね、ローザンヌ制約ね。制約のページ98ね、まあ全部読んでおいてください。教会が直面する諸問題は基本的には常に神学的であるね。直面する問題ね、教会が直面する問題というのはね、実際的な問題であるかのように思えても、ね、常に基本的にはね、基本的には常に神学的であるんですね。どういうことかというとね、教会にいろんな起こってきた問題に、第一義的に、ね、人間的なレベルで解決しちゃいけないんです。やはり御言葉の上においてね、聖書のまな板の上において思考しないとダメなんです、ね、この世と違うんですから ね。それゆえにね、教会は神学的に考えるね。ことをですね、身につけるね、身につけることによってですね、ね、キリスト教的原理ね、原理をですね、すべての状況に適用ね、ね。できるような指導者を必要としていると、ね、で私は感じるのは、ね、今日の傾向として非常にプラグマティックというかね、非常にこうその現実主義的に教会成長に効果があるかどうかとかね、そういう視点からね、だけ何か判断が働いているね、そういう傾向が強いと思う。だから教会五色なんかの問題でもね、私はものすごく洞察として素晴らしい、メッセージも聞き取りますけども、逆にね、総合的に見たらですね、非常に混乱を起こす要素もたくさんあるなと懸念している部分もあるんですよね。そのあたりを微妙にこうさじ加減を調整してね、この群れの中に取り入れないとね、どんな料理でもね、塩加減を間違ったら食べられなくなるんですよね。味が薄いてドサッと入れたらもう料理捨てないといけないね。薄だけだったらこう、あ、物足りないね。適量があるんですよね。でそのさじ加減っていったら何かっていうとね、やはりそのこういう、まあ、いろんなムーブメントでも本質を洞察してね、そしてこのどう言いますか、神学的にね、もちろんまあ神学というのは非常に実際的なものですからね。だから基本的に、まあ言ったら私たちは旧新約のね、この OTMT のね、聖書神学ね、聖書に根ざさないといけないね。で同時にですね、このその聖書をね、解釈の歴史である教会史のね、この歴史神学ね、の中での、まあ、評価を考えるんですね。でそれらをですね、この集大成したね、この形でのね、この組織神学ね、組織神学の中でですね扱う。そしてこの私の教会現場というね、実践神学の領域の中にね、まあ、こういうことがあれば教会政治論の中からね、よく吟味されて適用されていく、
例の戦いであれば神の御業論の、ね、堕落した天使論のところから、ね、よく整理されてガイドラインを作る、ね、セカンドチャンスなんかであれば、ね、救済論や終末論の中でですね、よくよく議員に評価、批判されてね、この問題点をね、克服していくとかね、そういう形でね、この教会の、まあ、働きというのはね、この常にね、常に基本的にはですね、常に神学的、ね、で神学的に考えることをね、身につけていくというね、まあ、これがね、そして全ての状況にね適応していく原則的なものを身につけるのが組織心理の学びなんですね。暗記の科目であるんですね。だからもう年ごとにね、いろんな雑誌や集会やいろんなこと、いろんなムーブメントが入ってくるね。それをきちっとね、頭から否定することもね良くないしね、丸呑みすることも危険ですね。副料理と一緒ですからね。やはりね、この毒をきちんと取り除いてね、フグを調理して食べるようにこの教会を導かないといけないということですね。はい、そしたら10分間休憩して、